ネイサン・クリストファー・フィリオンは、カナダ出身の俳優である。日本語では、ネイサン・フィロン、ネイザン・フィリオン等とも表記される。アルバータ州エドモントン出身。出演作としては、ファイアンフライ宇宙大戦争やその映画版、セレニティ、テレビドラマ、キャッスルミステリー作家は、事件が、お好きのリチャード・キャッスル役などで有名であるが、 スティーブン・スピルバーグ監督作品のプライベート・ライアンにもジェームズ・フレデリック・ライアン役で出演している。キャッスルでアメリカテレビ界での地位を不動のものとするが、これは先行するボーンズとの関連を指摘されている。なお、フィリオンはバフィー、恋する十字架のエンジェル役のオーディションでデビッド・ボレアナズに敗れ、早くのケイレブ役に回されるという因縁がある。 アメリカで人気のテレビゲーム、ヘイローシリーズのファンらしく、ヘイロー3では海兵隊の声を担当し、続編のヘイロー3 ODST では主役、主人公のエドワード・バック軍曹として出演した。また、2015年発売の最新作、ヘイロー5ガーディアンズでは、主人公の一人であるジェームソン・ロックと常に行動を共にする、ファイアーチームオサイラスの チームメンバーのエドワードバックとして再び出演している。ありがとうございます。